ご視聴ありがとうございます。今回は群馬県高崎市に鎮座する約1200年前の貞観11年西暦869年に各地で疫病が蔓延したため、時の清和天皇の御事宣により尾州と呼ばれていた現在の愛知県西部尾張の国に鎮座する津島神社から神様をお招きして今の場所にお祭りしたことに始まる津佐之尾神社を紹介します。はじめに、津佐之尾神社は天皇宮とも呼ばれ、天皇宮の総本社尾張津島神社は古くは津島御頭天皇社と称し、お天皇様と呼ばれ、主祭神は竹林佐之尾の御事愛殿に大名口の御事を祀っています。津島のお社は人の身に起こる災厄と流行り病除けの守護神として、また寿福の狼として崇敬され、弘仁元年には正一位の神界と日本宗者の号を建て祀られて、一条天皇の時代に天皇社の号を賜ったと伝えられていて、全国の天皇社の本社として全国に約3000社の御分霊社があり、高崎の須佐之尾神社もその一つです。高崎の須佐之尾神社は主祭神に須佐之尾の御事愛殿に櫛灘姫と合祀24神を祀り、主祭神の須佐之尾の御事はイザナギが黄泉の国より戻ってみそぎをした際に花を注いだ時に生まれた神とされ、同じく左右の目から生まれたアマテラス、ツクヨミと合わせて三騎士と称されていて、イザナギから海の支配を命じられましたが、母神であるイザナミのいる黄泉の国に行きたいと願い、アマテラスのいる高間ヶ原へ別れの挨拶に向かうと、アマテラスはスサノオが攻めてきたとの疑いを持ったため、右傾と呼ばれる占いを行い、身の潔白を証明します。その後高間ヶ原にとどまりますが、スサノオの粗暴な振る舞いに怒ったアマテラスが天の岩屋へ隠れてしまったため、スサノオは高間ヶ原を追放されてしまいます。出雲の国へ下ると、その地を荒らしているヤマタノオロチに生贄にされそうになっている櫛灘姫と出会います。スサノオはオロチを退治すると櫛灘姫を妻に迎え、出雲の菅にとどまり、その際に八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣をと読み、これが日本最初の和歌とされています。お天皇様と呼ばれる天皇とは御頭天皇のことで、日本における神仏集合の神であり、釈迦の生誕地にちなむ祇園精舎の守護神とされ、武藤天神と同一視されて、薬師如来の衰弱であるとともに須佐之尾の本寺ともされました。現在の八坂神社にあたる観心院祇園社から勘定されて、全国の祇園社、天皇社で祀られています。祇園御頭天皇御縁起によれば、本寺仏は東方の浄土の教主薬師如来で、武藤天皇の一人息子として衰弱し、太子は7歳にして身長が7尺5寸あり、三尺の牛の頭を持ち、また三尺の赤い角もあったと記され、太子は王位を継承して御頭天皇を名乗り、妃を迎えようとするものの、その姿形の恐ろしさのために近寄ろうとする女人さえいないため、叫びたりの毎日を送るようになります。3人の公家が天皇の気持ちを慰安しようと山野に狩りに連れ出すが、その時1羽の鳩が現れます。山鳩は人間の言葉を話すことができて、大海に住む八大竜王の娘のもとへ案内するといい、御頭天皇は娘を目取りに出かけます。旅の途中、長者である古丹将来に宿所を求めますが、剣鈍な古丹はこれを断り、それに対し貧乏な兄の蘇民将来は歓待して宿を貸して泡飯を振る舞いました。蘇民の親切に感じ入った御頭天皇は、願い事がすべて叶う牛玉を蘇民に授け、後に蘇民は風紀の人となります。竜宮へ赴いた御頭天皇は、シャガラ竜王の三女ハリサイ女をめとり、8年をそこで過ごす間に7男1女の八王子を設けました。キロ、御頭天皇は古丹への復讐を図り、古丹は1000人もの僧を集めますが失敗して、眷属は全滅しますが、古丹の妻だけは蘇民将来の娘であるために除名して、血の輪を作り、赤絹の房を下げ、蘇民将来の子孫なりとの御符を付ければ、末代までも災難を逃れることができると除災の法を教示したと伝わり、これが神社に飾られる血の輪くぐりの起源で、薬災除けの御利益があると言われるようになりました。日本では昔から神様と仏様は同じ存在であるという神仏集合の考えに基づいていましたが、明治初年に神様と仏様は別の存在なので、神様は神社に、仏様はお寺にお祭りするという神仏分離が行われて、天皇宮と親しまれていましたが、須佐之尾神社と名前を変えることとなりました。当時の宮司が雄大に進むようと願いを込めて、主祭神である須佐之尾の御事様を社号としたそうです。
平成3年には鎮座1120年を記念して総ヒノキ権現造りの御社殿を新築しました。健康、厄除けをはじめご神徳の厚い須佐之男神社は歴代の武家や武将からも崇敬され、源頼義公は天義5年、西暦1057年に奥州へ向かわれる折には武運長久を願われ、凱旋にあたっては社殿の修造、神霊の寄進をされました。戦国時代の武田、上杉、北条などの武将たちの戦勝祈祷文書や鮭の安堵状と呼ばれる権利を保証する書状が今に伝えられ、江戸時代の寛永11年、西暦1634年には徳川幕府三大将軍徳川家光公より御朱印地30石が寄進されて以来、幕末まで続いておりました。最後に境内の見どころを巡ります。商売繁盛、家運隆盛のご利益がいただける天皇稲荷神社や、神楽殿の隣の天神の丘には石宮が12座鎮座していて、左から順にそれぞれ12支にあたり、学業成就、英知向上のご利益を持ちます。御神地の東には水天宮様、西には龍神様を祭り、縁結び、金運向上のご利益。参道左手には青銅製の神馬は大神様の乗る馬で、足腰上部は薬いらずと言われ、足や膝の悪い方はその部分を撫でると良くなると言われています。そして境内から拝殿左手の社務所の自動ドアを入ったロビーをまっすぐ抜けていくと神苑があり、神苑の中にはインドで神の使いとされている珍しい真っ白な孔雀を見ることができます。他にも神社近くの交差点の角の前方後円墳だった神楽塚の中に伝説のねじれ杉がありますが、知らずに撮影していませんでした。Dragonfly, scrub my hands, let him sing.